じゃないですか。俺見ちゃった。俺弁当から出てくるシャワー室ですね。シャワー室の弁当から出てくる、はい、黒が見えました。黒が。来る。邪魔へ。あんまない。じゃあボタン押します。停電起きるなら助けします。あ、終わった。ナイスボタンです。ナイスボタン。お、ナイスボタン。ナイスボタンだ。これはおはようございます。停電、はい、停電。おはようございます。おはようございます。残りました。直した。あ、どうですか。直したですか。あ、早かった。うん、早かった。本当ですか。ありがとうございます。なんか同時な感じがしたからちょっとあやふやだけど。あー、なるほど。あー、なるほど、うん、そうそうそう、うん。え、中さん、どこで直したんですか。あの、デッキ。デッキで、あ、はいはい。はい、キッチン生まれだったってことですか。キッチン生まれ一人でしたね。あ、そうなんですか。私もキッチン生まれだったんですけど、え、一人だったから、そのままエンジンルーム宿舎前まで行ってて。脇の下がったのか。あ、そういうことですかね。なるほどね。じゃあ、黒目で見ます。なんでえ、どうしてなるほど。なるほど。そういう、そう声は聞こえないです。大丈夫です。声は聞こえないです。すいません。そうか、塗ってきた。あ、そういう雑なぐりなんですね。あれ？あれ、逃げてんの。ブだろ。ブだろ。え、何の話ですか？メインあたりがいいです。ありがとうございます。とは言うの結構散ってるな。服屋さん、しかも、俺もうごめん、見ちゃった、見ちゃったわ。え、何ですか。見ちゃった。俺、弁当から出てくるシャワー室ですね。シャワー室の弁当から出てくる、黒が見えました、黒が。待って真っ黒です。ゲンさん、否定できますよね。ゲンさんとタクヤがメインに湧いて、はい、で、メインのシャワーに入りました。そこからタクヤシャワー室のタスクやってただけなんですけど。泣いてるね。待ってください。待ってください。じゃあ、ごめんなさい。中野っちさんに聞きたいんですが、はい、弁当からパコーンって出てくるの見ました。もう完全に弁当からでしたね。いや、多すぎすぎる。ちょっと待って。じゃあ、中野っちさんの行動経路をお聞きしたいです。あ、はい、エンジンルーム脇で、はい、で、メインホール、シャワー室っていう流れで、はい、タオルタスク、はい、あのタオルを回収してる時に出てきたんですね。うんうん、なるほど。意外と出てきたんですね。じゃあ、それを見て逃げて、ミーティングまで行ったって感じですね。じゃあ、タクヤじゃないというあれだとしたら、僕はずっとシャワー室にいたんですよね、今。中野さん、切ればよくないですか、弁当見られたんだったらって思うんですけど。僕はタオルをシャワー室のあの奥のところまで集めに行って戻ってくるあたりで、多分中野さんとすれ違ったのかなと思うんです。あんま記憶が曖昧なので覚えてないんですけど。え、本当に僕ですか、それ。でも、あの、別に行動が意味あるないにかかわらず入っちゃったパターンもあるし、ね。いや、入ってないって。入ったら切ってます。まあいいよ、あの、泳がしても大丈夫です、全然。泳がして。まだ泳がしてないんで。泳がしてますか。待って、極論だって中野さんは絶対拓也さんなんですよね。俺の中ではそうですね。うん、本当に言ってるのかな。待って、どういうこと。ゲーしちゃったってことですか。しちゃったの。いや、してないよ。そんな嘘つく必要あるんですか。いや、わかりました。じゃあ、釣っていただいて構わないんですけど。キルクールも溜まってなかったんで、まだ。ちょっと言ってください。ここで釣っていただいて構わないんですけど、15分後後悔してください、中野さん。15分後後悔してください。僕ではないです。あ、後悔してください。後悔してください。本当に後悔してください。ゲンは黒が見えたっていう中野さんの証言を白く取りました。
ありがとうございます。いや、マジで、マジで。誰かわからないけど、ベント見えましただったらまだいろいろ考えようもあるんですけど、黒が見えたって断定するのって、インポスターではやり得ないと思うんですよね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。一応、たくやさんがインポスターかどうかは置いといて、はい、もしまだ二郎の、まあ、中野市の見間違いとかのケースがあった時のために表精査だけしといていいですか？表精査、はい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 、まあ、例えば、はい、次のターン2キルとか起きたら30秒で、うん、あのスキップと拓也さんでなんとかわかるかなと思ったんで、スキップの方が多かったと、はい、あ、少なかったと思うんで、スキップの方だけ洗えばいいと思いますけど、うん、スキップ南入れました、東もです、まあ拓也さんもスキップでしょうし、私間に合わなかった気がします。と、いや、でも、いや、46だった気がします。46だった、あ、ほんと、そしたら私、たくやさん入ってるかな。あれ、一人黙るだろ。46だったら、もう一人だろう。うん、もう一人誰だ。え、ここで黙るなら、多分たくやさん黒角ぐらいに考えちゃいますけどね。そうですね。うん、3、4、5、6、7、うん、まあ、逆に黙ってるパターンもあるか。みやびは拓也さんに入れましたね。っていうのは理由が1個あって、あのボタン、中野さんがボタンをされる直前、私、エンジンルームで2人きりですれ違ってるんですよね。だから、中野さんが黒であれば、あそこで別に私殺してても得するぐらいじゃないかなと思ったので、中野さんは白いなと見ています。あ、失礼、今の私の発言撤回します。あの、狼側が嘘ついてる可能性もあるんで。うん。8、2とかの時で黙ってる場合以外はダメだ。私は普通に拓也さんにギリギリに入れましたね。ニーナも拓也さんにあったってことか。神宮寺さんの聞いてから、みんなの聞いてから。そうですね、最後の最後でしたね。ロスターは拓也さんで。一応確認したいんですけど、まあ、インポスターがこの嘘をついて白を釣りにかかるのってあまり現実味はないですよね。あ、中野地さん黒は考えてないですね、今のところ。そう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 。だって、源さんもそばにいた状態で、うん。普通に間違って入っちゃったのを見られちゃったっていうパターンですかね。見間違いがギリあるかなぐらいだと思うんですけど。あ、ね、いやー、だから、中野地だから。他の人の弁当を、拓也さんと誤認してしまったとか、そういう感じなんですね。拓也さんがシャワー室におられたこと自体は事実なんで、それは現自身が確認してますので、問題はそこに弁当がつく、あの、弁当行為が行われたかどうかになってくるんですけど、おぉ。うん。南さん。品のないタスクからの配線。水色が死ぬのか、南さんか。直近ですよね。はい、あ、宮城が見つけました。ふうさんが、セキュリティのモニターの前で死んだところを見ました。セキュリティのモニター前。はい。死んだところ、ま、倒れるところを見ました。ただ、切った人の姿が見えなかったので、エレクトリカル側から来てるんだと思います。あ、私はキッチン側から来ました。それは鴨志田さんが見てくださってるはずです。はい。デッキの方から出てきたところを見て、はい、で、そっち方面に向かっていくのは見ています。はい、ニーナから、白を出せるのが、東さんと鴨志田さんは割と直前に、上の方で合ってるので無理だと思います。上の方というと、
東ニーナ宿舎前ミーティングあたりです。あ、じゃあニーナ東先にちょっとアドミだけ出しておきます。今もう直前のアドミ情報あるんで、うん、国民とかね、はいはい、ミーティングが2、シャワーが1、はい、診察1、エレキ1、セキュ2です。セキュ2がヤミさんと、はい、ヤミ、ね、さんとしたいでしょ、うん、あ、はい、シャワー室が現です。シャワー室が現です。ミーティングの2人が東さんとニーナさん、うん、シャワー室が現さん、はい、診察室は診察自分ですね。中野さん、そこバイタル見てました。だから死ぬ瞬間とか。じゃあ鈴音さん、鈴音さん。うん、私武器庫の入ったか入ってないかくらいですかね。武器庫。うん。多分武器庫1がついてなければ道ですね。どっちから行かれたの？エンジンルームからです。それ金庫室の後すぐ武器庫ですか？タスクしながら通信室のタスクをしてその後ですね。ちなみに東さんとニーナさんとミーティングだとして鴨下さんはどの位置関係になるんですかね。私キッチンからその左方向に向かっていくミヤビーさんの後を追っかけているので、多分キッチンかセキュリティの間。じゃあ鴨下さん弾けるんですね、ミヤビーさん目線。はい、そうですね、そうです、そうです、肉より後ろにミヤビーさん挟んで後ろにいるってことになりますもんね。はい、はい、そうです、そうです、うん、どう？そんなこれで終わるはずなんだけど、これで終わらなかったら俺の勝ちだ。これで終わらなかったら終わってくれ。あれ動かん。大きくした。神宮寺さんのアドミン情報とずれてることになるんだよな。そうなると。俺強人っすわ。ちょっとこれ終わんなかったですよ。いや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 、マジだ。待って、でもタクヤさんマジで、いやマジで、これはもしかしたらタクヤさんが違うのか鈴音さんが違うのかっていうのは分かんない。確認だけしときますけど、ミヤビーさん目線、鴨志田さんが後ろにいたのは間違いないですか？間違いないです、それは。ということは、ミヤビさんがセキュリティ入ってる状態なので、セキュリティとキッチンの通路にあったアドミンに移らない可能性はあるので。ゲンです、スキップに入れた方乗り入れてください。3、2、1、どうぞ。中野内です。あれ何人スキップでした？2人です。2人です。2人、うん、あ、じゃあ鈴音さんと中野内さん。鈴音さんと中野内さん。あ、いいっすよっつって、もう俺もういいよ。いや、これ どっちなのかがわからなくないです。どっちが正しいんですか？もしさん目線、ミヤビーさんのセルフってあるんですか？ですね、停電治った後に、展望デッキに私1回入って、はい、その後そこのすれ違いでキッチンから向かってって、私はもうその後姿は見えていないのでわからないですね。白っていうのは取れないけど、多分私は、エレクトリカルの人が自信言ってないので、うんうん、一応してるんで。1個喋っていいですか？はい。はい、鴨志田さん、新名さん、東目線、鈴音さんが来るだって結構あると思ってて。はい。金庫から出てきてるんです。金庫から出てきて、その後は。あ、ちょっと待って、しゃべらせてください。はいはいはい、どうぞ。鴨下東で、エンジンから金庫の方に向かっていくときに、鈴江さんが金庫から出てるんですね。うん。で、その後に東ミーティング残って、たぶん鴨下さんがキッチンの方に行ってるんですよ。うん。ってことは、鈴江さんがエンジンにいるってこと、メインとかに行ってないって言ってるし、エンジンにいるのが長すぎるんですね。うん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 、確かに。だから、そのミーティングとかにいたこの3人目線、鈴音さん黒はほぼ確定なんですよ。ゲンです、あんまり好ましい進行ではないと思ってますが、スキップ優先したいです。いかがでしょう？いや、まあ、東さんはスキップで、気持ちでいいと思います。はい、みんなはスキップ。ってくれ。中野さんを生殺しします。中野さん、釣ってくれ。釣ってくれ。元来は、俺は釣れ。本来、対抗値を釣るべき進行のはずですが。ちょっと。あんまり好きな進行ではありません。うん。致し方なしです。
おそらくまあ鈴音さんで落ちているというのが村の総意なんでしょう、現状ね。で、風さんの死体位置自体間違ってないんですよね。私が神殿図方面に風さんを侵入してるんで、52370と。はい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 、まあ。はい。ありがとうございます。押しておきます。ありがとうございます。俺を殺してくれ。ちょっと質問なんですけど、みやびさんのコミサビを直さなかったんですか？はい、コミサビを今ですか？はい。今はごめんなさい、扉が開けられなかったんです。2回失敗しました。で、ゲンさんとニーナさん、中野内さんとニーナさんがやってきて、はい、すぐ開けてくださって、うん、ごめんなさいって言いながら入りました。でもまあ、2人が行ってるので、あでもそうか、直しに行った方が良かったですね。停電と違って、被らないです、ね。なんか、直してる間も、その直してる画面からちらっと見てたんですけど、中に入らずに、扉の前でうろちょろしてるミヤビーさんを見てて、すいません、2人が直しに行かれてたので、あでもそうですよね、どっちかが狼の可能性があったので。さあ単純にミスです。すみません。なんでだろうっていう感じでした。はい、すみません。話をどうぞ。これって、はい。あの、皆さんに聞きたいんですけど、はい。まあ、中野さん、うんぬんはちょっと置いといて、はい。はい。あと、みやびーさんまで落とすのが安着、安牌ですか？客観的な安牌は神宮寺さんです。ああ、そうか、そうか、そうか。鈴音さんを振ったら、神宮寺さんのアドミン情報が起点になってるからです。そうですね、はい、ああそうですね、うん、確かに、うん、で私はちなみに鈴音さんとみやびさんの二郎が本線では追っています。あそうなんですよ、だから別に、うん、鈴音さんは冤罪で釣られたケースかなと思っています。あ私です、うん、あ、うん、あ本当に直近だとしたら私は見えていないので、みやびさんの後ろも出せないので、鴨下さんが後ろにいる状態でみやびさんがセルフするのはなかなかチャレンジングだなと思ってるんで、あちなみにその直前の停電私が即直したんですけど覚えてますかね、うん、鴨下さん多分停電直しに展望デッキ入ってきたと思うんですけど、そうですね、で直って私が出てきたって感じなんですよ、ね、でそこからっていう時に出てきたのがみやびさんで、はい、私展望デッキでアップロードして、あ停電だと思ったんで即直して出たんで、まあ、ちょっと白を見てほしいなっていうのはあります。実際僕がインポスターだった場合はこれ二郎残ってる話になりますよね、ゲンさんの話だと基本的にはそうですが、はい、うん、にしてもちょっと決定だが 僕は実行犯ではないわけじゃないですか、そうですね、はい、あの位置関係の情報を出すのもあんまりインポスターっぽさはないんですよね。そう。ブラシさん。さっき私が述べた話もどちらかというとバランスの観点なんで。それこそ視聴者さん投票みたいなことしたら、やっぱどの道すねさんは釣られてるんじゃないかなと思います。情報的には。Perfect. さんが死んだ。どうしたら自害したのかな。耐えられなくて。嘘だ。耐えられなかった。タスク終わったんでボタン押しました。はい、早っ、はい、ゲンもラスイ、カメラ見てたのはあゲンです。あゲンさん、はい、あはい、ミヤビーもその城下でゲンさんを確認してます。ニーナさんも上がってきていて、ゲンさんがカメラ見ていて、で中野さんと最終的に見た人っていらっしゃいますか？カメラ映ってないです、一回も。全く見てないです。一回でも鴨志田アーカイブにタスクやってたんですけど、赤って中野っちさんでしたっけ？はい、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 一回なんか見えた気がするんだけど、ミーティング中野さんいなかったですか？いや、いないです。奥まで行ってから確認してるので。いないです。奥はニーナも見てます。アーカイブにいたんですけど、通ってないっていうのは。どなたですか？停電直したかった。昇降機が、ヌーンが右へ行ったんですよ。僕がミーティング上がる前に。それはニーナなんです。それはニーナなんですけど、あの、停電とこ行く前に直ったので、戻ってきてます。直したの、鴨志田ですね。貨物室で直しました。あ、ありがとうございます。はい。
ニーナさんってミーティング行くとき、はい、テーブルの上下どっち方向から行きました？どっちだったかな。ニーナさんがね、多分下上から行って、上から行って、右のタスクやろうと思ったら神宮寺さんがいたから、テーブルの下のタスクまで行ったから、から絶対ミーティングにはないです。それは絶対言えます。一回ぐるっと回ったことになるので、うん、いやなんか私がカメラつけた段階で赤い影が右上に上がっていったんですよね、はい、ミーティングのカメラの。じゃそれがニーナさんだったってことか。ニーナさんも奥まで見たんですか？奥まで見ましたよ。奥まで。僕が上がってニーナさん来る間に中野さんが上がっていてニーナさんがぶった切ってるってことがあるってことですか？いやシンプルに私がその赤い影をミーティングで見たんですけど、はいはい、それをニーナさんと死に間違えしたかなっていう間違え、なるほど、うん、失礼、うん、となると東さんが黙ってんの気になるな、うん、あ東、エレクトリカルでゲンさんにお会いしてます。その後診察でバイタル見てその時には死んでましたぐらいしか情報ないです。なんか確証はないんですけど東さんっぽいかな動き的な理由です。これも決定打ではありません。動き的な理由で。さんが死ぬ。ミヤビーさんは見てないな。東さんがコミサボ直して神宮寺そこに合流して、はい、ゲンさんとそのコミサボなった直後にセキュリティですれ違って、はい、で、そのままキッチン武器庫行って東さんに会いっていう状態なんですけど、最後のアドミン、パッと見たアドミン情報なんですけど、はい。はい。ミーティング1、はい。電気1、はい。エンジン1、アーカイブ1かな。アーカイブ1ですか？エンジンが、ね。アーカイブかラウンジ、右上の方に1。ラウンジだったかな？に1ですね。ゲンさんって最後どこ行きました？ゲン最後ミーティングの端っこ登って終わってですよね。カンカン言ってましたよね、はい、で、うん、ニーナさんがその前にカンカン一発上がっててでボタンを押してるんで、はいはい、私電気室ですね。鴨志田さんだけ見てないんだよな。うん、でもゲンさんとはセキュリティで一緒になってその後電気室に入っていくの見てると思うんですけど、はい、うん、いや、この結論は私釣りません、どなたも。そうですね、タスクでいけるとは思いますけど、はい、うんうん、皆さんタスクどうですか？僕終わってます。いや、終わってます。私もさっきので終わりました。ニーナさんどれぐらい？あと何個ぐらいだろう。多分3個ぐらい。でも多分単体のタスクだと思うんですけど、3個ぐらい。ちょっとサボ無視してスキップでいいんですよね。いいですか？スキップします。はい、あ、サボ無視でいいですよ。サボ無視で全然いいです。ちょっと了解です。ゴミサボ直さなくていいですか？いいです。あ、直さなくていいです。大丈夫です。場所を覚えてないとか。ニーナさん大丈夫？頑張ります。あ、大丈夫です、はい、大丈夫です。
の矢印は多分バグだと思う。うん。ですよね。弁とか動きたら逃げます。見えなかった。直で来られたのかな。うん、分かんなかったですね。決定打がなかった感じがします。結構東さんを疑ってたので東さんが弁当でパカって来られるかなって予測だったんですけど外れました。大丈夫かな。おお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 、じゃあ鴨志田さんで、はいはい、え、そうなんですか。はい、ちなみに僕停電中エレクトリカルで鴨志田さんも見てますし、ニーナさんも見てます。今石油前ですね。私見れてないな。東さんは見れたけどニーナさんいたのは分かんない。あ、ニーナさんは貨物からずっと一緒です。タスクやってます。あ、そうなんですか。停電直さず、神宮さんはどこにいらっしゃいました。あ、神宮さんの絵見てます、ずっと。あ、なるほど。隠れんぼしました。あ、ちなみに神宮寺さん、この1日前のキルが無理なので、はい、ほぼほぼ。東さんもない。このその1日前のその1日前に関して、どこのキルだっけ、中野さん、中野さん、あ、いや、宮城さんのキルの時に、はい、かなり僕は東さん視認してるので、鴨志田さんだけ唯一見れてないかな。で、アドミン、その、東さんが見る前に、コメサボ前のアドミン情報的には、左側に僕と東さんがいなくて、ほぼ右側にいたんで、人が。うん、うん、うん。なるほど。はい。あと、東さんがインポスターだった場合、ここで。とかっていうのもない。いや、というか、東さんがインポスターだった場合、ここで押す意味がないので。あー、そうですね。あー、確かに、確かに。うん。どこに行ったんだろうってずっと神宮寺さん探しとった。かくれんぼです。切りながら全力のかくれんぼですナイス。ごめんね、そこ釣られた。おもちゃのこと言ったんですよ。中野さんは結局、え、あれは何だったんですかね。何だったんだろう。あれは中野さんミュートですけど。ミュートですけど、何だったんだろう。あ、すみません、皆さん、お集まりいただいてありがとうございます。この度はね、パシャ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 クルーである。拓也さんはですね、パシャパシャパシャで電車が出たという、偽りのね、広告をしてしまったことを、パシャパシャでお詫び申し上げます。この度は本当に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。激しいフラッシュの点滅にご注意ください。中野さん、一体これどういうことだったんでしょうか。何と見間違えたんでしょうか、中野さん。私はですね、シャワー室に入った瞬間にですね、右からですね、拓也さんが弁当の上に、まあ、立っているという、いうことだけですね、弁当に弁当から出てきたというふうに、解釈をしてしまった、そして報告をしてしまったという。ということは、神宮寺の方から、はい、弁当の蓋が開いたか聞いたときにバコンとっていう話が出たのは中野さん、記憶が変換されたということで間違いないでしょうか。そうですね、私のインポスターの、まあ、正義感といいますか、私の、まあ、それがクルーメイトの正義感が、そう、それが変なね形となって、ああいう発言をしてしまいました。本当に申し訳ございませんでした。
被害者の拓也さんのお話もちょっと聞きたいところですが、拓也さん、あのただ拓也さんの、はい、捨て台詞が、15分後にあの後悔しろとあれのシーンを教えていただけますでしょうか。中野っちさんありがとうございました。美味しかったということで、美味しかったです。最高に美味しかったです。それちょっと反応に困るやつ。インポスター美味しかったです。よっしゃと思って笑ってた。皆さんもすいませんでした。これ動画にしてもいいですか。私がどうこういうことではないので、はい、準備していただいて、はい、これかっていうのが、かのっちさん視点が一番見たいです。一番見たいです。そうですよね。ライブから切り抜いていただいても全然構いませんので、切り抜かせていただきます。